皆さんこんにちは。アシスタント背景美塾のMAEDAXです。今日は質問背景美塾。今日の質問はこちら。じゃん。分割です。はい。今日のご質問はこちらです。以前、背景美塾の初級講座 DVD の告知のための動画の中でですね、こちらミラクル分割という動画があります。で、こちらは授業の講座の中に入っているものをちらっとお見せしているような、そういう動画なんですけども、その動画にですね、今回ご質問いただきました、ドクペチカさんからいただいた質問なんですけども、3点投資図でも、この分割というものができるんですかというご質問なんですね。で、端的に言いますと3点投資図でも分割というものは可能です。で、実際その分割というものをやってみたいと思うんですね。さあ、まずは、ね、この分割って言われてもねっていう感じがあると思いますので、この分割とはという話から始めてみたいと思うんですけども、ね、分割、まずは正方形があります。対角線引っ張っちゃいます。対角線バッシン。ね、で、こっちの方も対角線バッシン。で、この対角線がぶつかってるここね。で、ここをバシッと切ると、ここで上と下で等倍になった、等分になった2分割がここで生まれたわけなんですね。で、2分割っていうのは、こういうことが起こっていますよ。これが分割なんですね。2分割。分かりやすいですね。で、こういった分割という手法を使って、絵の中でこれ活用していくんですけども、ちょっと応用的なものをお話をしましょうか。で、もちろんこれは初級講座の DVD の中にがっつりと入ってる内容なので、もっとゆっくり、ちょっと分かりやすくという方は、ぜひともこれね、見てみてください。はい。さあ、では、簡単に3分割の話をしましょう。3分割はどうすればいいのか。ね、やり方は同じなんですが、まずここにですね、こんな感じで、これ2分割して、横に線引っ張って、さらに縦に線引っ張った状態でもあるんですけども、ね、この中で、また対角線引きます。ね、対角線だよ、バシンと。ね、ここも対角線だよ、バシンと。ね、でそうした時にちょっと注目してもらいたいポイントなんですけど、注目してもらいたいポイントはこれ、ここ、ここ、ちょっと変な音が出てますが、この黒丸になってるここ、ここ、ね、ここでズババンバンと切ってあげます。そうするとこれが、ね、1、2の3で3分割が出来上がってる。で、これ、ほら、等分、3等分になりましたよと。ね、で、こういったものが分割という手法で、これは平面の中でこれ分割をしたんですけども、こいつをパースがついてる背景の中で分割を使いこなしていくと、パース上、奥行きがついた状態で等分ができる、そういうありがたい技術なんですよ。ね、さあ、でそこでドクペチカさんからいただいたご質問ですね。3点投資図でもこの分割ってやつが可能なのかどうかというところなんですけども、実際それを試してみたいと思います。ではこれ3点投資できるんですかね。やってみましょうか。3点投資カモンですよ。ここに3点投資のパースを呼び出しました。さあ、でここになんとなくこういう四角を作ってみました。これなんかお家っぽい感じというふうに捉えてみてくださいね。で、じゃあここのお家をね、これ2階建てっていうふうな感じで見立ててね、分割して2分割やってみましょうか。ね、さあ分割2分割やってみよう。でん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 ですよ。優勝。まずは分割、ね、対角線ですよね。対角線バシーン、対角線バシーン。ね、対角線がぶつかってるここの真ん中ね、小線の方に向かってビューンと線引っ張る感じ、これでよいしょね。下と上で2分割。どうでしょうか、ドクペチカさん。ね、3点としても2分割ができましたよ。せっかくですから分割を使って、これバチバチいろんなもの書いてみましょう。分割ってやつ、分割、よいしょ。なんかこんな感じの長方形でも書いてみて。ね、ここをめちゃくちゃ分割しましょう。めちゃくちゃ分割。よいしょ、めちゃくちゃ分割だ。ね、で、ちょうどこのぶつかってるこの真ん中。で、ここが2分割ですよ。さらに、ここ、対角線、対角線。ね、ちょうどぶつかってるところあるでしょ。ぶつかってるところからこれを小線の方に向かって、ここ小線の方に向かって引っ張ってあげるとね、これで12の3で、ここは2分割ラインですから、騙されないようにここ2分割ラインね、1、よいしょ、2 2の3、3つ目小さい、まあそんなのも起こってくる。3点突の場合はこうやって分割するとね、思ったよりもねガッチンガッチンね、この距離感が変わってくる感じはあるんじゃないかなと思いますね。さあドクペチカさんもね、是非ともクリスタがあったらクリスタ使ってねガチ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 やってみてくださいね。さあとはいえ応用的にですね、この四角形の箱をおうちっぽくしてみましょう。せっかくですからね。でこんな感じで2分割をしたようなものを使いまして、ここにお家をよいしょこんな感じでこしらえてみました。ね、まあ1回と2回分かつようなところにこんな感じで線を引っ張ってみましたよ。さあでまあ今のね時代、こういう下から見上げた3点トスの構図、資料もまあこういうのが多かったりはするんですね。ガチーンと広角的な感じのねかっこいい構図です。ね、さあでこの資料を見て、これはネット上にあるような資料だと思ってください。自分で撮った資料でもいいでしょう。でこの資料を見て、私は資料通りに書きたい。ね、まあそういうふうに作画をしていく、書き起こしをしていくなんてこともあるんでしょうね。でその時に怒ってしまうかもしれない、そんな悩みをちょっとここでですね皆さんに提唱してみたいと思うんですね。で例えば2点透視で私はね資料通り書きたいと思った。でこちらです、2点透視ですね、お家です。でこれを3点透視、これ2点透視、資料通り書いたつもりでも結構パースが変わってしまうという方はまあ多々いらっしゃいます。で変わってるからダメってわけじゃなくて、それはもう自分が好きな形なわけですからね、資料通りといってこれを書くのは悪くないです。ただちょっとねここで気をつけないといけないことが起こります。何かと言いますと、資料通りに私は書いているね、それまではいいんです、パースが上がってもいいんです。ただこっからが問題ですね。資料通り書いてるから、私はこの資料と同じような比率でお家を書こうと思った。でまあどういうことかと言いますとね、例えばこれ、まあ、パースが変わっているのはいいとしてね、同じ比率、何かというとここの2階部分のこのねこの高さを同じ比率で出してみようね、ここ同じ比率にしてみようね、そういうふうに思ってここにパッとねお家を書いてみたわけです。で一応ね同じ比率になっているはずなのに、なんかね私が書いてるお家ってなんとなくこれ2階が狭いようなお家に見える。でこれ2つ並べちゃうと分かりづらいかもしれませんので3点ずつ消しますね。でこうした時にあれちょっと2階狭くねみたいな感じのジレンマ、ストレスが起こっちゃう可能性があるんですね。じゃあこれは何が起こっているのかなんですけども、こちらね3点透視図の特有といえばいいんでしょうか、先ほどもねちょっとお話をしましたけれども、3点透視って対角線引っ張ってみると分かるんですが、3点透視図ってこれね対角線引っ張ると分かるんですけども、対角線引っ張る、そうするとこの真ん中部分っていうのは結構上の方に行く。さっきもねいろいろ書いてきましたが、結構上の方に行くたでしょ。その状態が起こるのが3点透視図なんですね。でこれ2点透視図のところをね同じく分割をしてみましょうかね。2点透視図の分割です。でいきますよ。2点透視図って分割してみて分かるんですが、これねよいしょ、ほらこれ真ん中ってここに来ちゃう。つまりこれ比率を同じにしようとしてしまうと、実際ここが真ん中のはずなのに上の方に行っちゃうので、ね、2点透視の場合これで書いちゃうと、ただ低いだけの、ね、なんかこう妙に縮こまってる感じに見えちゃうだけのお家になっちゃう可能性があるんですね。なのでパースが変わっちゃうのは OK なんですが、もしパースが変わっちゃった場合は資料を1回分解してね、一回分解してそこからもう一度その情報を組み直していくというね、まあ、この作業が必要になりますね。まあ、この分割というものをもっともっと詳しく知りたいという方は、実はこちら初級講座2の DVD ボックスの中に分割極めという授業も入っておりますので、ね、なのでもしよろしければこちらねこの2つ、初級講座 DVD ね、もしよろしければもっと楽しんでいただくためにもうぜひともねこの DVD おすすめでございますね。さあで、分割っていうのはね、まずはこれね、パースが変わった時とかには気をつけていかないといけない。忘れないでおいてくださいね。パースが変わってしまった時にはまあちょっとね分割ねちょっと気をつけてねという感じ。おっとハートで、まあ実際 DVD などではもしくは講座などでは実際分割をどうやって応用的に使っていくのか、もしくはこれどうやってずる賢く考えていくのかなんてものも授業の中に見えてきますのでね、是非とも背景備蓄よろしくお願いいたします。今回の動画が良かった、これはもっともっと背景備蓄楽しみだなという方、是非とも高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです。また下のコメントなどでも質問承っておりますので、是非ともご活用いただければと思います。はい、では今日の背景備蓄の動画はこれでおしまい。最後までご覧いただいてありがとうございました。次回もまた見てくださいね。